ご覧になってる皆さん、どうもこんばんは、バディタンデンです。イエーイ。俺たちは2019年の2月の15日、吉祥寺プラネット K で、願いを叶えてというタイトルで初のワンマンライブをすることになりました。そんで、今回、クラウドファンディングという、前回のチョスパを、ね、作った制作の時のクラウドファンディングっていう、ものをまたチケット販売でも使おうと思って、やってます。今回はその制作資金を集めるじゃなくて、普通に、プレイガイドみたいな感じでそこを通じてチケットを買えますよ、先行チケットを買えますよっていう、やつです。でなのであのチケットも定価で売ってます。そして、ここで今のところの集計発表をしたいと思います。よー、何だ、発表します。ただいま30日経過して、前回は18人でしたが、なんと今回は19人1人増えた。いやーもうずっこけだね。いやずっこけだね。ね、うん、ちょっとずっこけてます。そういうわけで、これ参ったなと。残りが60日ね、3分の1が今過ぎたわけだ。その時点で、100人どころか50人にもいってない、19人、これマジでやばいです。というわけで、俺たちのその今やってる活動の内容とか、その特にそのクラウドファンディングってめんどくせえんじゃないの、登録制とかなんじゃないの、なんかいろいろあるんじゃないのっていうのをこれからちょっとね、紹介していこうと思う。もっともっと具体的に俺らがやってやろうとしてることを身近に感じてほしいし、このワンマンライブはちょっとすや、ね、遊びに行けるわみたいな、感じになってほしいと思うので、これから、ツイッターの、ね、オフィシャルとこから、俺らの、ワンマンライブソールドアウトに向けての、旅の、いろんな説明とか内容を、していこうとか、すいません思うので、その辺のところ、チェックしてください。そして、2019年2月15日1日俺たちにください。よろしくお願いします。お願いします。以上バディタデンでした。バイバイ。